皆さんこんにちは、オードリーです。今日はタラハから日本語を学ぼうの第3課です。もし日本人の友達と一緒にご飯に行きたいなら、どれで誘いますか？日本語でどう言いますか？一緒に見てみましょう。みんな明日暇な組ここ？うん、暇。予定特にない？ない、ない。タカ君は仕事で、スーちゃんも仕事、うん、まだ軽井沢でランチ行ってないっしょ、うん、行きたいところがあります。行きたいところがあります。付き合ってください。どこ？あれ、生パスタのお店があって、そう、あ、出た。通った時に見たやつ。そうそうそう、スーパー行く時に見たやつ。すごい行きたい。気になるんだ。行ってみよう。じゃあそこ、うん、お昼はあれ、生パスタ行く？行こうよ。行きたいっす、行きたいっす。マジお腹すいた。We usually ask people whether they have any plans or not before seeing our invitation. So what's plan in Japanese? 予定、予定です。So formal way of asking is 予定は特にありませんが、予定は特にありませんが。特に is especially, specifically. The ありませんが is more polite than ありますか。予定は特にありませんが。Casually said in the show is 予定特にない? So simple, right? Just the keywords. 予定特にない? 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 If you don't have any plans, say ない, which means don't have. Let's watch again this part. 予定特にない? ない。ない。予定特にない? ない。ない。字幕なしでもう一回見ましょう。予定特にない? ない。ない。予定特にない? ない。ない。How about other simple ways to answer? 暇 means free. 暇。仕事 means work. 仕事。In daily casual conversation, speaking in keywords is good enough. Let's watch again. うん、暇。うん、暇。タカ君は仕事で。仕事。スーちゃんも仕事。タカ君は仕事で。仕事。スーちゃんも仕事。字幕なしでもう一回見ましょう。うん、暇。うん、暇。タカ君は仕事で。仕事。スーちゃんも仕事。タカ君は仕事で。スーちゃんも仕事。Before I go into the next learning point, please take note that I'm not teaching you the verb conjugation rules here. Just memorize the different forms of verbs as fixed expression. So ready? Let's go. 行きます is the formal way to say to go. 行きます。行く is the casual way to say to go. 行く。If you want to say I want to go,You can say 行きたいです. That's the formal way. 行きたいです. The casual way, lose the des. 行きたい. 行きたい. Besides talking about yourself, how about saying let's go together? The formal way is 行きましょう. 行きましょう. The casual way is 行こう. 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 Be careful, it's a long vowel at the back. Let's go check it out. Or let's go and see, you can say,行ってみよう、行ってみよう、行ってみよう。Be careful, there's a blank in between the E and T. The small T is not pronounced. Let's watch the clip again and try to catch all these phrases. すごい行きたい、すごい行きたい。行ってみよう、じゃあそこ、行ってみよう、じゃあそこ。お昼はあれ、生パスタ行く。お昼はあれ、生パスタ行く。行こうよ。行きたいっす、行きたいっす。行こうよ。行きたいっす、行きたいっす。字幕なしでもう一回見ましょう。予定特にない。ない。ない。うん、暇。タカ君は仕事で。仕事。スーちゃんも仕事。うん、みたいな。すごい行きたい。行ってみよう、じゃあそこ。お昼はあれ、生パスタ行く。行こうよ。行きたいっす、行きたいっす。お邪魔します。こんにちは。じゃあ念願の。めっちゃいい匂いする。家の店内。ね、いい匂いする。どうぞ。あ、優しい。ありがとう。ありがとうございます。うまそう。わ、超うまそう。なんかうどんみたい。生パスタね。うん。このテラハから日本語学ぼうシリーズは、今日本に住んでいないのあなたのためにリアルの日本人のコミュニケーションを見て、日本語と日本の文化を同時に学ぶシリーズです。毎週 YouTube で更新します。チャンネルの登録もよろしくね。明日どうするんだっけ。明日どうする。適当。え、うち蕎麦屋って言ったじゃん。あ、ちょっと食べ行く。お昼行く。お昼だ。大丈夫かな、口に合うかな。合うよ。合う合う。
If you want to ask what are you doing tomorrow or what are we doing tomorrow, you can say 明日どうしますか? This is the formal way. 明日どうしますか? Or the casual way. 明日どうする? 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 明日 is tomorrow. どう is how to. します or する is to do. So 明日どうしますか? 明日どうする? Let's watch again.明日どうするだけ君。明日どうする？適当。明日どうするだけ君。明日どうする？適当。字幕なしでもう一回見ましょう。明日どうするだけ君。明日どうする？適当。明日どうするだけ君。明日どうする？適当。When you want to suggest a restaurant to try out, you can say 食べに行きますか？食べに行きますか？That's the formal way.Or, ちょっと食べ行く、ちょっと食べ行く、ちょっと食べ行く。食べ、食べる is to eat. 行きます or 行く is to go. 食べに行きますか、ちょっと食べ行く。Let's watch again. ちょっと食べ行く、ちょっと食べ行く。字幕なしでもう一回見ましょう。ちょっと食べ行く、ちょっと食べ行く。How to reply to that? Again, casual way of saying I will go is 行く、行く。And a casual way of saying I want to go is 行きたい行きたい Let's watch again. ちょっと食べ行く。お昼。行く。お昼。ちょっと食べ行く。お昼。行く。お昼。字幕なしでもう一回見ましょう。ちょっと食べ行く。お昼。行く。お昼。ちょっと食べ行く。お昼。行く。お昼。ここですか。飯やっと。ササ揚げ物の匂いがするヤッホーはい、いらっしゃいませお邪魔しますはい、いらっしゃいませこんにちはましてこんにちはこんにちはあ、出ましたきれいな、きれいなのが来たね俺もね、天ざるそば一択私も天ざるいらっしゃいませこんにちはありがとうございますお世話になりますそば茶ですよろしくお願いしますありがとうございますおいしいですねそば茶いける大丈夫お決まりになったらお呼びくださいありがとうございますはい失礼しますかわいいお父さんすごい楽しそう普段あんなんじゃないからマジでササっていうあのなんか意味はあの自分の名前が入ってるけど自分の名前とお姉ちゃんの名前愛だねいいねお母さんは今いないの今日私ねお母さんがいなくてあそうなんだそう小学校5年生ぐらいの時にちょっと亡くなっちゃってそうそっからお父さんがお父さんがそう一人で頑張って男で一つで頑張ってくれてる打ってんだじゃあ親父さん打ってる打ってる朝とかかっこいいね頑張ってるなお父さんうわ美味しそう美味しそういただきますいただきますうんうんすごいね細いのにコシあるねあ本当うんうんマジで本当よかった This is a very high frequency word or phrase in the Japanese language 本当ですか本当ですか That is Are you sure? Are you serious?And that's the formal way. The casual way, 本当に?本当に?Or 本当?本当? And of course, you can add 本当に in front of a sentence to emphasize. すごいね、細いのに腰あるね。本当?うん。本当?うん。うん、マジで。本当?よかった。本当?よかった。字幕なしでもう一回見ましょう。すごいね、細いのに腰あるねあ、ほんとうんうん、マジでうん、ほんとよかったノーモアのやつなんだ見せよう、あ、タカ君え技のやつうんおぉー待ってそういうことねやばいやばいそういうことやばいやばいやんちゃだなおぉおぉこんなことしてんすかすごいかっけーかっけ
マジでかっけえみたいな。すごい、やべえやべえすごい、こういうことをねやってます、私は。 And マジでおマジhas the same meaning as 本当に or 本当 but this one is like a slang for 本当に and it is used mainly by the males or younger generation. マジお腹すいた、マジお腹すいた、かっけえかっけえマジでかっけえマジでかっけえ。字幕なしでもう一回見ましょう。マジお腹すいた、かっけえかっけえマジでかっけえ。 Let's watch another clip from Terrace House. Try to catch the words and phrases we have learned. Don't worry, you'll be able to understand the show without watching subtitles at the end of this course. 俺としては、まあ、自立するっていう、うん、自分の中で親に迷惑がかけないように自立するっていう、自分片親でおばあちゃんしかいなくて、うん、でおばあちゃんも最近だから同じなんですよ、本当に最近心筋梗塞になって、うん、かけるのは迷惑ばっかだし、とりあえず自立をしないと多分親は俺のことが心配で心配で多分たまんないから、俺もだからお父さんすごい好きだしおばあちゃんもすごい好きだし、だけど本当に何も返せてないんで。わかるわそれ。だから料理だけはとりあえず頑張りたいなってもうそう決めたから、だからそれだけは絶対曲げないようにしようっていうふうに思ってて、うん、要はその年でそれが気づけてればなるもう頑張るし、今でも頑張ってほしい。マジ頑張ります本当に。じゃあちょっとマジ頑張ります本当に、うん、いやもうでも風呂入ろう、入りますか、このテラハから日本語を学ぼうシリーズは毎週 YouTube で更新します。チャンネル登録もよろしくね。このテラハシリーズの独学用のレッスンテキストや音声や他の授業の動画は全部 Patreon で配信します。もしよかったらみんなサポートしてください。みんなのサポートをありがとうございます。また会いましょう。バイバイ。for it.